日本北海道札幌市西区ハッサムハッサムは北海道札幌市西区にある地名。地名の由来は諸説あるが桜鳥が群生していたことからアイヌ語のハチャペから取られたものとするのが通説である。地区内を北海道旅客鉄道の函館本線と札幌市営地下鉄の東西線が通過しており、函館本線にハッサム駅、ハッサム中央駅が 東西線に宮の沢駅と八寒南駅が置かれている。中心部は関西な住宅街であるが、周辺部には1967年、札幌市と手稲町が合併する頃に木工団地、鉄工団地と呼ばれる工場地域が造成され、札幌市の産業拠点の一つとなっている。また、JR 線から北側は牧草地であった。 1989年に札幌市西区からテイネ区を分区する際、ハッサムの一部がテイネ区新ハッサムという地名として分割された。現在はそれぞれの地区とも宅地化が進んでいる。JR 函館本線が札幌市内から見て琴谷駅まで高架になったが、ハッサム地区は高架ではなく、踏切が4箇所存在する。古選橋は、新こと通り、 サッソン自動車道、西のトンデン2の3カ所がある。テイネクトの境である追い分け通りも JR 線の上を通っている。住居表示は、ハッサム1条2丁目からハッサム17条14丁目まで存在する。隣接している地区は、北は、河川の新川を境に、北区新川、北東は、ことにハッサム川を境に、西区八県、東は同じく、ことに、 南は24県、手稲通を境に、西町、宮野沢、西は、大岩家通を境に、手稲区西の宮野の沢及び新ハッサムである。住居表示に現れない場所がある。これは、ハッサム地区中心部の道路は当初、札幌市の中心街と同様に南北の5番の、目上に建設されたが、後に、幹線道路や鉄道に沿う形で発展していったため、現在のような、 複雑な道路状況となった。この状態で、住居表示変更により上、長目を割り振った結果、現在のような状態になった。したがって、上、長目の連続性に欠けるところがあり、その状況を知らないと道に迷うことになる。このような区割りになった経緯についても諸説あるが、なお、2017年の衆議院議員選挙より、ハッサムの地域内で選挙区が分断されることになる。 ありがとうございます。